どうも、ハイチーです。11月に月が変わりましたので、11月のポイントについてね、話していきます。よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、主にやってほしいことが2つあります。で、1個目は、これ受験生も、受験生じゃない方も関係なく同じに共通なんですけど、過去の自分を振り返って反省するっていう。のをちょっと意識してほしいとこなんですね。で、これは、受験生だったら先月、10月の自分で、1年生だったら前の定期テスト前のテスト期間の時をイメージしてほしいんですが、思い出してほしいんですけど、例えば受験生だったら、まあ、10月中だるみしやすいって話をしましたよね。で、まあ、自分のこうやってきたこと、勉強してきたこう、なんだろう、量とか質とか、まあ、勉強ペースとかもあると思うんですよ。で、おそらく10月って反省する子のが多いと思うんですよ。結構出てくると思うんですね。うまくいかなかったとか、サボっちゃったとか、中だるみしちゃったとか、できなかったとか、いろいろ。で、それを次に活かすために、2つ3つでいいので、改善点を見つけてほしいんです。10月はできなかった、これを11月はしていこうって、2つ3つ。もう1個でも構わない。でも、10月とは、違うんだっていうところを見てとしてほしいので、こう改善点を見つけてください。で、1年生はいっぱいじゃなくていいから、1個でいいから。前の定期テストできなかったこと、定期テスト前の勉強でできなかったことを1個改善点見つけて、それを多分、11月の末とか、まあ中身、中旬、下旬か12月の頭ぐらいに定期テストが来ると思うんですよ。だから、このその前の、テスト勉強期間で前回ダメだった。例えば勉強する、スタートするのが遅すぎたと思うんだったらちょっと早めてみるとか。そういった前回できなかったところを改善点見つけて1個でいいから直すっていう。それをやってください。これ11月大事です。そう。これは、まあ、来月12月がね、1年の最後にもなるので、11月で、まあ、12月をいい締めくくりにするためにも、変化してるんだ、変わってるんだ、前に進めてるんだっていう11月にしてほしいので、ぜひ、1点目ね、これやってみてください。で、2つ目。こっちはですね、主に受験生に向けてになるんですが、2つ目は、覚悟を決めるっていう。これをすっごく意識してください、受験生。覚悟を決める。腹をくくるってやつですね。で、覚悟を決めてくださいって言われても、何すればいいんですかとか、覚悟を決めるってどうなったら覚悟を決めてるのかっていうところもあるので、もちろん自分の中でね、こう、いい感じで気持ちが固まってるっていうんだったらそれで全然いいんですけど、一個参考にしてもらえるんだったら、今までの自分を振り返ってさ、こう病んじゃう時とかってあるじゃないですか。自分がもう自信がなくなっちゃって、自信喪失して、私ダメだみたいな。他のね、私生活のものもあると思うんだよ。きっかけがあるかもしれないけど、病んじゃったりとか、受験の不安で、すごい不安に押しつぶされそうになってる時。で、体が動かないんですよね。もうなんかやる気がなくなっちゃう。何しても無駄な気がしちゃうし。だから、こうベッドにゴロンってしてさ、ちょっと YouTube 見てぼーっとしてたら2時間経ってるみたいな時もあったりすると思うんですけど、その不安に襲われたりとか、病んじゃいそうな時に、でも、やるしかないじゃん。で、開き直れたら、自分はある程度覚悟は固まってると思っていて、覚悟ができてる状態かなっていうふうによく言うんですけど、なんでそこちょっと基準にしてもらえるといいかなと思います。で、今回覚悟を決めてほしいって言った理由はですね、まず何個かあるんですけど、でも一番は、今11月の頭、まあ、いつ見てくれてるかわかんないですけど、こう、受験が近づけば近づくほど、特に初受験の子、高校、特に高校受験でね、初受験の子は、いつも言うけど、みんなが思ってる以上にプレッシャーと不安がかかります。時間があるっていうのは、ものすごい心理的余裕を生んでくれるの。時間があるって。確かに11月だけど、まだちょっとあるよなって思ってる子の方が多いと思う。受験まで。でもこれが12月になってくると、そうはいかなくなるんだよね。まず、周りがピリピリし始めるからね。で、そうすると、あ、時間ないかも、やばいかもって思って、今まで感じてた以上のプレッシャーと落ちるんじゃないかっていう不安が襲われる。で、その時に、12月ね、もうみんな勉強し始めてる時に、勉強できなくなっちゃったら、これ本当に置いてかれます。置いてかれるし、まあ、ただでさえさ、周りの方が伸びてたりとか、周りの方が勉強できるようになってるって錯覚に陥りやすいから、受験勉強中って。そう。もう隣の芝生の方が綺麗に見えるわけだよ。青く見えるわけ。だから、それが増しちゃうんだよね。
より一層自分の自信がなくなるわ、他が輝いて見えるわ、みたいな、になっちゃうから、それを防ぎたいの。自分の中でどんな感情が来た時でも、やるしかないよって。私、俺って。なれるかどうかが、この後の勝負を結構左右してくる。だから、この11月、まだちょっと期間に余裕がある。今だからこそ、もう一回自分、さっきね、過去を見つめて改善点見つけてねって話をしましたけど、自分と見つめ合って、自分の中とね、見つめ合って、この高校、この大学に行くんだって、その気持ちと一緒に、だからやるしかないよねって、腹くくって、で、覚悟を決めて、で、勉強するっていう風に、そのリズムと気持ちを作る、1ヶ月というか、11月にぜひしてください。で、最初の方にもね、話したように、これは、11月の終わりまでに作るんじゃなくて、長い期間使って作るっていう風に思っちゃうと、これ作れなく終わっちゃうんだよね、結局。だから、もっと一週間も自分と向き合いまくって自分に暗示しまくるの。腹くるぞ。やるしかねえぞ。やるしかないんだよ。みたいな。そうそうそう。でも、それ大事。自己暗示。自分に暗示をかけるっていうのは。大事なことだから、気持ち悪いって思うかもしんないですけど、でも、ぜひ、やってもらって、で、これから来る、まあね、いろんな不安な気持ちとか、マイナスな気持ちではね、みんなをこう、なんだ、足かせになる、邪魔してくる、みんなを頑張ろうとする気持ちを邪魔してくる気持ちに打ち勝って、受験まで駆け抜けてほしいので、ぜひ、11月はね、まず過去の自分を振り返って改善点を見つけるっていうところ、これはもうね、受験生関係なくぜひやってください。で、二つ目は、まあ、特に受験生。腹をくくってやる。もちろん、1、2年生で定期テスト。次こそは何位以内取るんだとか、次こそは何点以上取るんだって、腹をくくるんだったら腹くくって、ね、腹くくるんだね、違うな。点取りたいんだったら腹くくって、ぜひ、勉強してみてください。前にも話しましたけど、不安になることとか、自己嫌悪の気持ちになることは悪いことじゃないんですって。だって合格したい、上手にやりたい、失敗したくないってそう思うんだから、不安はつきまとうからさ、それはいいの。でも不安な気持ちのせいで足を止め続けることは良くないの。いい？不安に思うことが悪いんじゃないんだって。その後足を動かせるか動かせないかっていう、そこで差が出てくるものなので、どん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 ね、不安になっていくとは思うんですけど、ぜひ踏ん張ってこの11月をね、実のある1ヶ月にしてください。はい。ということで、今回もね、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。